皆さんこんにちは、こんばんは。今日はちょっと夕方、夜今レッスンをする予定でございますので挨拶も変わりますけれども、村井テレビの火曜レッスンコーナーとなります。今日はですね、小桜舞子さんのお帰りなさい、これをですね、今日レッスンをしていきたいと思うんですけれども、以前ちょっと乗っけてましたけど、発売前に載せますとどうしても私もね、練習不足で音がうまく取れない、割り符も割り部分がございましたんで、ヒット曲になる、でございますのでね、また再編集ということで乗っけさせていただきました。お帰りなさいですね。じゃあワンコーラスを一度歌ってみます。私が歌うときはいつもできるだけ女性の場合は、元気で歌いますんで、気を高くしたりっていうのは、いたしません。あくまでも皆さんが女性であれば歌いやすい、元気で、教えた方が歌いやすいかなということでございますので、よろしくお願いいたします。あなたがいつか戻ってくる日を待っていました。最初は四分音符で言葉をトントントンと置く感じでいきます。79回ってなりますからね、割とゆっくりで、あなたが いつか戻って、骨はちょっとややはっきりめに、戻ってくる日を、まあ期待感、あなたがね、いつか戻ってくるんだっていう、そういう気持ちで入ってくるね。あなたがいつか戻ってくる日を4拍休む、待って、乾燥して、待って言いました、言いましたって1拍して、うんはちょっと、うんと信じはちょっと重みをつけて、信じてた、てたですね。待っていました、信じてたね。じゃあここまで、じゃあ合わせていきましょう。気持ちよくね、丁寧に変えて語りかけていくことですけどもね。休んで3拍伸ばしましょう。見交す瞳の間は1拍、見交すトン瞳のトントン、切なさに、切なさに、お尻ちょっと重厚で叩きますね。切ないっていう気持ちでね、やっていきましょう。
三河市から。三河市瞳の切なさに四拍休んで、ここはちょっとこう間を切りながらリズムに乗れ、しっかりとこう、メリハリつけながら、こらえた涙こぼれます。徐々に音をこうね、こぼれますが、ちょっとはっきりめに大きめになります。訴える感じ、こらえた涙こぼれますますね、ここのとこよく細かいんで、気をつけてくださいます。こらえた涙こぼれます。すぐ一泊して、おかえりなさい。このおかってのは、えっていうのは、おかは直音だから、えっていうのはちょっとこう引っ張るんじゃなくて母音を聞かせるってことですから、全く伸ばしっぱっていうよりもアクセントですね。おかえりなさい、優しくさい、一発あなたあなたおかえりあなたおかえりね、優しく言わないと怖く言っちゃうと帰る人がまた戻っていきますんでね。あなたおかえり。でここから震えるは言葉をつまむようにして、震える、ちょっとこう泣き節、心心ですね。で一拍して泣き、これしっかり2分半伸ばしましょう。泣き、締め手のところはご覧の方、ちょっとこう切なく、やや大きく強めにいきましょう。締めて抱き、締めてね。じゃあそうですね、こらえた涙からいきましょう。こらえた涙こぼれます。これこぼって、こぼれますだからね。こらえた涙こぼれます、おかえりなさい。あなたおかえり、震える心、抱き締めてね。ちょっと切ない部分がありますけど、最後は本当訴える感じで抱きしめてっていうね、印象的にこうね、伸ばしてくださればいいと思います。じゃあ最初1番2番3番長川スリコラスまで教える先生いませんので、特別、おまけしていつも、やっております。1番は簡単なんですけど、2番3番っていうのを教えるのはね、よっぽど歌い込まないとうまくできませんけどね。じゃあよろしくお願いします。あなたがいつか戻ってくる日を待っていました。信じてた抱き。
そんな意味でちょっとね、編集するごとにまた聞き直すとちょっと音が違ってるなってことがやっぱり後でございますので、あまりひどいと、集中しになりますけど、なかなかね編集するのも大変なんですね、約2時間半ぐらいかかりますから、そんな意味でね、まあ大体皆さんが覚えた頃にはカラオケがもうありますから、音感のいい方はねもうカラオケで、大体音が直ってくるはずなんですけど、なかなかね貴重めな方は私の言った通りに言っても、もう治らないケースもありますんでね、まあ今日はそういった意味で少しはまたね、より正確に少しは近いぐらいに歌えたと思いますんでね、しっかりまた練習をこれから覚える方は、参考にしてくださると思いますんで、よろしくお願いいたします。以上でございます。おかえりなさいですね。